ラニチジンは、ヒスタミン H2 需要体喫抗薬の一つである。壁細胞の H2 需要体を遮断することにより、遺産分泌を抑制するため、遺産分泌抑制薬として使用される。商品名残卓。消化性海洋、一触動逆流症、ザリンガーエリソン症候群の治療に使用されるほか、ジンマシンの治療で有効であるとの報告がある。傾向薬のほか、海外では、 筋肉内注射や点滴静脈注射でも用いられる。多く見られる副作用は頭痛、注射部頭痛である。重篤な副作用として肝障害、除脈、肺炎、胃がん症状隠蔽があり得る。胃酸が減少するため、クラストリディアムディフィシル大腸炎のリスクが増加する。妊婦に使用した場合の危険性は比較的少ないとされる。 ラニチジンは1976年に発見された。風筆水薬品モデルリストに収載されている。日本で承認されている効能、効果は以下の通りである。英語版の添付文書から読み取れる効能、効果としては以下のものがある。ラニチジンは多くの国で一般用医薬品として入手できる。米国では 75mg 上 150mg。 ミリグラム錠が販売されている。欧州と英国では150ミリグラム14錠入りのパッケージが一般に入手できる。日本でも1997年9月より OTG として販売されていたが、薬害オンブズパーソン会議は97年10月にもともと医療現場で慎重に使われてきた H にブロッカーが OTG にスイッチされたのはおかしいと問題提起した。 2000年12月には3年間の指定医薬品としての市販後調査期間を終了したが、市販後調査結果では、胃がんなど重篤な消化器疾患が隠蔽された事例報告などがあり、指定医薬品としての取り扱いは解除されなかった。2016年4月現在、OTC は製造終了している。海洋の治療に用いる場合には、夜間に十分量を投与することが、 特に重要である。胃及び十二指腸を内容物のない夜間に治癒させるために pH を上昇させる必要があることによる。逆に逆流性食道炎などの治療では少量頻回投与がより効果的である。ラニチジンは逆流性疾患の治療に長期間漠然と投与されることがしばしばあるが、プロトンポンプ阻害薬に変わりつつある。加えて、 投与開始後6週間以内に頻脈が起こり、長期投与の障害となることがある。ザリンガー、エリソン症候群の患者の場合は、副作用なく、超高容量で使用される。製材成分に過敏症の既応歴のある患者には、近忌である。発生しうる重大な副作用として、が知られているが、発現頻度は不明である。臨床試験では、下記の副作用が見られた。 稀な副作用として、不快感、めまい、軽眠、不眠、めまいが報告された。重特例として、高齢者で混乱、液刺激性、抑うつ、幻覚が報告された。ラニチジンの中枢神経系副作用や、薬物乾燥後作用はシメチジンよりも少ない。頻脈、除脈、AV ブロック、心室性気外収縮などの不整脈が報告された。 すべてのヒスタミン H2 需要体気候薬は食物に含まれるビタミン B12 の吸収を阻害してビタミン B12 を弱気する危険がある。高齢者が H2 需要体気候薬を服用する場合は服用しない場合と比べてビタミン B12 をより多く補充する必要があると思われる。H2 気候薬はマタイが酸性であることで吸収される薬物の吸収量を減少させる。 さらに、複数の研究が、H2 需要体気候薬が、旅行者下痢症やサルモネラ感染症などの感染性下痢のリスクを増加させることを示している。最後に、ラニチジンは、酸性条件下でのタンパク質分解を抑制するので、未消化のタンパク質が、腸管に触れる機会が増加し、食物アレルギーや薬品アレルギーの寒さ、成立リスクを増加させる。 遺産分泌抑制薬を服用した患者の食物に対する胃げ量はそれ以前に抗体を持っていたか否かに関わらず増加する。同試験では抑制薬中止後数ヶ月を経ても6%の患者で胃げ高値が認められた。単純物体性肝炎、肝機能障害、肝炎、横断の発生が知られている。発言したら直ちに服用を中止する必要がある。 ラニチジンその他のヒスタミン H に受容体謝弾薬は入院患者に用いた場合肺炎を起こす可能性が増加する。また、成人、小児ともに死中肺炎の発生率が増加する。まれに血小板減少症が発生する。薬剤性血小板減少症が発現するまでには数週間から数ヶ月かかるが一度発現すると 服用後12時間以内に血小板数が減少する。典型例では血小板数は通常の8割に下がり、高中級減少及び貧血を伴う。発疹のほか稀に脱毛や血管炎を生じる。胃の悪性腫瘍がある場合にラニチジンを用いて症状が改善しても、それは悪性腫瘍の改善を意味しない。加えて腎障害、または、 感傷害がある場合には、ラニチジンの使用には慎重になるべきである。最後に、ポルフィリン症の患者にラニチジンを用いると、突発性に症状が発現する。米国での大事危険度分類は B である。妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦、または妊娠している可能性のある婦人には治療上の有益性が、 危険性を上回ると判断される場合にのみ、服用させるように添付文書に記載されている。ラニチ人は母乳中に分泌され、服用の5.5時間後に母乳中で最大濃度に達する。授乳婦に服用されるときは事前に警告すべきである。日本の添付文書では、投薬中は授乳させないよう注意することとしている。小児では、遺産分泌阻害薬の使用で、 胃腸炎及び死中肺炎の危険が増加する。1万1000名を超える新生児を対象としたコホート研究では、極低失生体重児では、H2 阻害薬の使用で死生腸炎の増加が見られた。さらに、VLBW274 名で見ると、死亡率、死生腸炎、感染症の発生率は6倍に上昇した。ラニチ人は、競合的、 胃の壁細胞にあるか逆的に H2 容体へのヒスタミンの作用を阻害する。その結果、胃酸の分泌が減少し、胃液量が低下し、胃液の pH が上昇する。蛍光灯余時の胃からの吸収率は50%で、ある。結晶パク質への結合率は15%で、血中半減期は、腎機能が正常な場合、蛍光灯余時で2.5から3.0時間。 静脈注射時で2.0から2.5時間である。主要排泄経路は腎臓であり24時間で、投与量の3割が尿中に排泄されるが、一部は肝臓で代謝されて、N をキシド化される。高齢者では腎機能が低下しており、クリアランスが低いので、ラニチジンの血中半減期は3から4時間に延長する。1ヶ月時から16歳児を対象とした。 臨床試験では体重で補正した薬物動態パラメータは健常成人と変わらなかった。ラニチジンは1977年に初めて実験に供された。世界初のヒスタミン h 2受容体遮断薬であるシメチジンが1976年に英国で発売されたのを受けて研究された。ヒスタミン h 2受容体の構造と 定量的構造活性相関を勘案した結果、医薬品設計合理的薬物設計の成果として発見された。シメチジンのイミダゾール感が窒素を含む側差を持つフラン感に置き換えられている。ラニチジンのシノブヒロシ性は高く、作用時間は長く、活性はシメチジンの10倍高かった。ラニチジンのサイプ450に対する神話性は シメチジンの1割であり、医薬品相互作用はより少ないが、ファモチジンやニザチジンが細イプ450に、神話性を持たず明確な相互作用がないことに、比べると優位性は低い。ラニチジンは1981年に発売され、1987年には処方薬として世界最大の売り上げを達成した。これは後に、 より有効性の高いプロトンポンプ阻害薬であるオメプラゾールにとって変わられた。重症の異変ラン、または海洋を対象として、ラニチジンとオメプラゾールを比較した臨床試験では、ラニチジンの有効率は50%、オメプラゾールの有効性は85%であった。加えて、オメプラゾール群では、胸焼けの症状が改善するまでの時間が短かった。 2019年9月17日付で、厚生労働省は、欧州医薬品庁、アメリカ食品医薬品局等、ラニチジン塩酸塩の製剤及び原薬から発癌性物質である、微量の N、ニトロソジメチルアミンが検出された旨の発表を受けて、ラニチジン塩酸塩等の分析を指示するとともに、予防的措置として、分析結果が明らかになるまでの間、新たな出荷停止を指示した。 2019年10月4日までにラニチジンを製造を販売するすべての製薬会社が自主回収を行うことを発表した。うち、ラニチジン、KN、マイラン、太陽、JG、ヤード、東はでは、ラニチジン塩酸塩に使用している原薬から管理水準を上回る発ガン性物質の N、ニトロソジメチルアミンが検出されたことが明らかになった。一方、 ラニチ人、日以降、鶴原、NP、沢井は、原薬を分析中の段階であるが、予防的な自主回収を決定した。ありがとうございます。